どうもシュンス TV です。昔のディズニーの悪役と今のディズニーの悪役の違いっていう話を、したいと思うんですけども、まずもう根本的にこれが違うなって思うのが、昔の悪役、まあ、例えばマレフィセントとかアースラーとかジャファーとかね、昔のディズニー映画の悪役って自分が悪だって分かってるんですよ。まあマレフィセントとかもそうですけど、私は悪の支配者だって言ってるじゃないですか。もう自分が悪いやつだってちゃんと自覚をしてる悪いやつなんですよ。でも最近のディズニー映画はいろいろ変わってきまして、例えば分かりやすいのがカール爺さんのチャールズ・F・マンスとか、自分が悪いって思ってないんですよ、最近のディズニー映画は。これが自分の正義だ、これは俺の中で正しいんだって思ってやっていることが結果として悪いことだったりするんですよね。まあ、その悪いっていう概念も結局我々の世間一般的な標準のこの常識から外れた概念のことを指しているので、なのでまあ一概にこちらからの目線での悪いっていう話になるんですけども、まあズートピアとかもそうですよね。やっぱ自分なりの正義をこう貫こうとした結果悪者になっちゃってるんですよ。まあこのトイストーリーのね、トイストーリー3のロッツォもそうですよね。まあ自分の中で悪いことをしてる私は悪魔だって心の中で思ってないですよね。サニーサイド保育園を自分のものにして、そして支配をして、でそんな中で芋虫組で遊ぶ子たちも必要だ、じゃあその必要だから新しいおもちゃたちにそれをやらせようっていう自分なりの正義ではあるんですよ。だからロッツォも心の中で自分が悪いなんてちょっとも思ってないんですよね。なので時代の変化とともにやっぱりこう悪役って絶対変わっていくと思うんですよ。なのでまあ今から10年後のディズニーの悪役とかもどうなってるか楽しみですね。ではまたお会いしましょう。さよなら。